はい、どうも皆さんこんにちは、ヨッチューバーです。今日はね、ヘルメット、今こちらですね、かぶってるヘルメット、省エの GT エア2と、インカムセナ SRL2 を、今回導入しましたので、紹介していこうかなと思います。まあ、以前使ってたのが同じく省エの、X8 というものだったんですけれども、今回新しくね、GTA Air2 にしました。はい、なんで GTA Air2 なのか、なぜなのか、後継機の X40 ですかじゃなくて、GTA Air2 にしたかというと、やっぱりね、SRL2 というね、セットとなるインカムがあったんで、今回ねこれにしました。で、かぶった感じ、いろいろとね、いろんなヘルメットはあるんですけれども、まあやっぱりね、ずっと使ってる省エに今回もしましたね。かぶり心地なんですけれども、やっぱりめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃフィットしてますね。じゃあね、まず、こちらのヘルメット開封、そして詳細説明の方ですね、撮ってますので、VTR をどうぞ。さあ行くぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、四つ葉です。今日はね、冒頭でも説明した通り、ヘルメットと、インカムですね、こちらの2つを、紹介していこうと思います。まずはね、こちら、はい、省エの、GT Air 2ですね。はい、ようやく手に入れました。それと、もう一つ、はい、インカムですね。はい、セナ SRL2 です。今日はこちらの2つを、説明していくんですけれども、今回はね、長くなるんで、ヘルメット、省エ GT Air 2、こちらの方のね解説と、使用レビューをしていこうと思います。それではこちら早速ね、こちらを開封していこうと思います。じゃあ開けていきます。よいしょ。はーい、内容物ね、まず出てきたのがこちらですね、ピンロックといって、シールドの曇り止めですね。はい、こちらが付属してます。はい、見えるかな。それと、箱の裏にね、内蓋の裏にこういった付属品がね、ついてます。これも後で詳しく見ていきます。で、これはね、シールドなんですけれども、これは、別売りですね。もう中に入れてます。そしてこちらが本体ですね。はい、こちらが本体になります。よし、ようやくね、手に入れました。はい、じゃあもう早速ね、袋から開けて出してみます。楽しみ、めっちゃ楽しみ。まあね、これは、もう一遍開けてます、お店の方でね。はい、その理由は、後で説明していきます。それではオープン。GT Air 2、めちゃくちゃかっこいいです。色はね、マットブラックですねを選んでます。こんな感じですね。はい、こんな感じ、こんな感じね。はい、
はい、それではね、各所、詳しく見ていきましょう。はい、それでは見ていきます。まず、形ですね。結構ね、空力とかいろいろ考えられてるみたいで、デザインがボコボコしてます。うん、こんな感じで、後ろはね、ちょっとダックテールっぽくなってるの分かるかな、ちょっとボコッと出てます。前の、X8、 これ20年以上前のヘルメットなんですけども、僕が今まで使ってたね、前の照英のねヘルメットになるんですけれども、これはもう全体的にツルッとしてるんですけども、 GT Air 2はなんかこう形がね、ボコ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 してますね。まあデザイン的にもこれすごくかっこいいと思います。で、まずエアーインテークの方をね、見ていきましょう。まず頭部の方ですね。こんな感じで、わかりますかね、横から見たらこんな感じ、はい、縦から見たらこんな感じ。2段階ですね、ガチャガチャと2段階になってます。はい、これによって、空気の導入がね、かなり良くなったみたいですね。はい、それで、後ろのここにね、まあ穴というかね、まあベンチレーションとしての流れとしては、頭から入って中を通ってここから抜けていくっていう形になってますね。はい、で口元もこんな感じ。はい、非常にしっかりしてますね。横から見たらこんな感じ、縦から見たらこんな感じ。はいですね。今まで被ってたやつはもう結構のっぺりしてて、まあ見えるかな、結構こう硬いんですよね。プラスチックとプラスチックがこうなんかきしみ合ってるような感じで、上も同様。うんね、やりづらいんですよね、これ非常に硬くて。それ考えたらなんか今回の GT Air 2はなんかクリック感が、クリック感があってめちゃくちゃいいですね、やりやすいです。はい、で、シールドは今クリアのシールドがついてるんですけども、まあまずちょっと開けてみて、よいしょ、開けてみますとこんな感じですね。結構ね、密封力っていうかね、しっかりしてます。というのが、こちらのね、シールド、横からの説明をすると、ガチャガチャっと開いてガチャガチャっと閉まってピチャッとこうひっつくような形になってますね。まあその機構がここにバネがあるんで、ガチャッと閉めたらピチャッと、かなり密封力がある構造になってます。で、このパッキンもね、結構しっかりしてますね。うん、はい。で、特徴的なのが、中にインナーバイザーがあるんですけども、横にね、スイッチが入ってます。それによってガチャガチャと、はい、切り替えれるようになってます。これ面白いギミックですよね。はい、これクリアシールドのまんまでもね、いいんじゃないかなって思うぐらい、しっかりした、インナーバイザーっていうか、まあサングラスみたいなもんですね。はい、そして、今回、まあ、特徴的なのが横ですね。横見ていただければわかるように、ちょっとこうボコッとなってるんですよね。縦から見たらちょっとね、少し若干だけど張り出てるような感じ。これは何かというと、まあ、次にね、説明するこちら
セナ SRL2 ですね、これが収まるところになってます。だからまあこの GT Air 2とね、こちらをセット購入させてもらったわけですね。はい、ちょっと高かったですけどね。はい、よし、それじゃあね、早速ね、もうシールドを貼り替えていこうかなと思います。はい、ちょっとやってみます。新しいシールドはね、こちらになります。色が、スモークミラーのファイヤーオレンジというものを買いました。型番が、CNS1 ですね。はい、だいたい GT Air とか省エイは、CNS1 っていうのが最近は多いみたいです。早速ね、GT Air 2に付属しているピンロック、曇り止めですね、こちらを一緒に導入してみようと思います。さあ、行くぞ。はい、できました。それではお披露目します。じゃあ行きます。3、2、1。はい、こんな感じ。めちゃくちゃかっこええやん、これ。これどうすか、めちゃくちゃかっこいい。うわ、これはすごいわ。これはいい、本当に。マジでマジでかっこいい、これ。まあマットブラックっていうのもいいですよね、閉まってて。それでファイヤーオレンジ、まあカラーリングでね、ちょっと遊んでみたような感じですね。いや、これは本当にかっこいい。マジで気に入りました。まあ前の X8 と比べても、まあめちゃくちゃかっこいいですね。横から見た感じはこんな感じですね。見えてるかな。こんな感じね。めちゃくちゃいいですね。渋い。はい、次に付属品なんですけれども、まずメンテナンスオイルですね。はい、メンテナンスオイルで、ブレスガードですかね。はい、こちらが付属してます。あとはアゴチンガードっていうんですかね。僕これちょっと初めてなんですけどね、こういうものもついてます。そして、こちらですね、工具ですねがついてます。これは何かというと、SRL2 ですね、つける際にこちらをね、開けるための工具となってます。これはね、次回、使っていこうと思います。まずね、このブレスガード実際つけてみましょう。よいしょ、よっ。で、なんかチャットで、チンガードはね、まだ様子を見てまたつけるかどうか考えようかなと思います。まあね、まあ見たところね、めちゃくちゃなんかね、軽いです。前の X8 ですね、これも結構軽い方なんですけれども、それに輪をかけて GT Air 2は軽いような感じがします。でも実際ね、交渉値で言ったらそんなに重さは変わらなかったはずです。実際ね、こちらの方店頭でね、フィッティングをさせてもらってます。今国産メーカーで言うとね、省エイさんと新井さんの方では、こちらの方フィッティングとかね、しないとお売りできないっていうようなね、感じになってます。まあきちっとね、頭のサイズを、まあ、3箇所ね、測って、その人に適した、まあ、サイズを選んで、まあ、僕の場合だったら S と M だったんですけども、S だったらちょっと、当たるところ接地面がね、あって痛いかなと思ったんで、今回僕は M にさせてもらいました。
まあ、照英さんがね、そこはこだわって、まあ、フィッティングとかね、サービスをつけてるんですけれども、さらにね、まあ、痛い箇所、設置箇所とかですね、細かく、まあ、何回もこう脱いだりかぶったりをして、まあ、肉詰めをしていくんですね、うん、当たってソフトな部分を作ってあげることによって他の部分も調整してあげるっていう形ですね。もう照英さんは、ネット販売をね、推奨していないみたいです。ネット販売は続いてるんですけれども、まあ実質はね、もう店頭でね、購入するのが一番安全かなと僕も思います。じゃあね、実際こちらの GTAIR2 ですね、はい、かぶって、まあ空力ですとかかぶった感じの重量、いろいろ、試していきたいと思うんで、どんな風なのかっていうのをね、試乗インプレッションを取っていこうと思います。はい、それでは VTR をどうぞ。さあ行くぞ。じゃあね、実際走ってのレビューになるんですけれども、まあやっぱりね、今までかぶってた、X8 と比べると、まあまあ重さはそんなに変わらないですけど、どういうんですかね、その高速安定性、今60キロなるんですけれども、その風の、そのヘルメットへの風の当たり方がね、全然違うように感じますね。これもやっぱりデザインのちょっとうねうねってなってるね、デザインが影響してるんじゃないかなと思いますね。うん、なんかこう横向いても全然向きやすいというか、その前からの風に押されないというかね、風圧っていうかね、うん、なんかすごいいいですよこれ。バランスが崩れない、今までなんか押されるようなことがあったんですけれども、全然そういうことがないですね。あと、次にね、エアインテーク、ちょっとやってみましょうか。口元ね、そうですね。あ、いや、違う、全然違う。口元開けたんですけれども、まあ、口からかすかに入ってくる空気と、あとおでこら辺がなんか涼しく感じますね。口元開けただけなんですけどね、全然違いますよこれ。すげえ。なんかGTAIR2 になってからね、風の導入域がだいぶ大きくなったっていうことでね、すごいですよこれ。で、頭の方もちょっと開けてみますね。やっぱり全然違うわ。すごいわこれ。これは夏場とかでもだいぶ涼しいんじゃないですかね。かなりいいと思いますよ。で、邪魔しないですね。なんか呼吸が苦しくなるっていうんじゃなくて、自然風がいい感じに入ってくる感じですかね。じゃあ頭と口、閉じてみます。あ、やっぱ変化ありますね。全然違います。これはすごいですね。まあ前作のね GTAIR1 を持ってないんで比較はできないんですけど、まあ古い X8 と比べたら全然違いますね。どういうんですかね。まず風の抵抗でしょ。あとはね、どういうんですかね、全体的のバランスっていうんですかね、後ろにせり出してる部分が2箇所あったじゃないですか、後頭部の部分と、頭頂部のちょっと後ろのあたりですね。あれのせいかわからないですけど、その前後の、重さがうまいこと均等になってるのか、全然その今このバイクエプリカでね、セパハンで前傾姿勢なんですけど、 X8 より頭が重く感じないですね。
うん、重さそんな変わらないのにね。いや、これはすごいと思いますよ。最近の技術はすごいなって思いますね、本当に。いや、いい。シールドもね、前はスモーク、ブラックスモークだったんですけど、今回ミラーシールドっていうことでね、うん、かなりいい感じ。まあデザイン的にもかっこいいですしね、うん、で太陽光もかなり避けれていいです。でさらにこれはバイザーがついてるんで、あまりにもね、まあきつい西日とかでも全然大丈夫ですね。今お昼過ぎぐらいなんですけど、今バイザー閉めてね、太陽を見ても全然太陽が見れます。で太陽から視線をそらした時のそのちらつきみたいなのもないですね。あ、全然違うわ、バイザーつけてるのとつけてないの。だいぶこう考えたらね、購入ユーザーにとってはだいぶメリットが高いと思います。結構バイザーついてるんですかね、他のメットも。なんか調べたら GT Air 2と、もう一つネオテックっていうね、ヘルメットぐらいしかバイザーっていうの見たことないんですけど、うん、かなりいいですよこれ。いや、いい、いい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいですね。なんか横向いたりするのがすごい楽、楽になった。横向いたりしたら風を受けるなって思いながら、意識しながらね、やっぱりあの向いてたんで、全然違いますね、やっぱり。よいしょ。まあでもなんといっても走行姿勢がめちゃくちゃ楽になったっていうのが一番のメリットかな、僕にとっては。めちゃくちゃ楽になった。やっぱり長距離100キロ以上乗ってくるとやっぱり肩が凝ったりするんですけどね、これはそうでもないような気がしますね。いや、いい、これいいよ、本当におすすめだわ。まあ女性の方とかはね、さらに軽い、Z7 ですかね、1300g しかない、まあ、1.3 キロ しかないんで、あれは。まあ僕はデザイン、この GT Air 2のデザインと、あと、抱き合わせっていうか、セットで付けれるね、セナの SRL2 ですね。もう、これしかないと思って購入しました。買って全然損はないと思いますよ。まあ値段的にね、まあシールドと、ヘルメット、セナ SRL2、全部含めて、まあ10万近くしたんですけど、これは買って価値あるもんかなと思います。はい、まあ次はね、このまま SRL2 のレビューに入りますけどもね、まあ動画の方がちょっと長くなってしまってると思うんで、一旦これで終わろうかなと思います。次回はね、SRL2 の、開封レビューと、そして実際使ったね、使用レビューの方やっていこうかなと思います。それではね、本日はこの辺で終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタンとこちらのチャンネル登録をよろしくお願いします。あとね、Twitter と Instagram もやってますので、フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。セルシオ懐かしい、30後期のセルシオ懐かしい、惜しかったんやなあれね。いいなあ、いい車やね。久しぶりに見たな、30後期のセルシオ、かっこよ、惜しかったんやな。
でいいね。